はい皆さんこんにちは村長です今大変大変興奮していますチャット GTP という2022年の10月頃にできた技術が話題沸騰でですねもう原爆が落ちるほどの衝撃ですこの衝撃分かっていただけますでしょうか20分ぐらいかかりましたサーバーがとってもですね混み合ってて なかなかサインができなかったんですけれども何度も何度も挑戦していたら大体20回ぐらいでログインできましたそしてログインができたんですけれどもまたそこからもちょっとサーバーエラーみたいなのもありましてやっとのことでこの画面に来ましたこの画面はですね今ちょっと実験的に質問をしたりしているんですまず先に チャット GTP というのはどんなものかこれはすごいですもう世の中がひっくり返るほどすごいことです一度このように質問してみました作曲がうまくなる一番の条件はそうしたら一番重要な条件は多くの曲を聴いてさまざまなジャンルやスタイルを理解することですまた自分自身で曲を作って作曲のテクニックを磨くことも重要です また定期的に作曲を教えてもらうことも有効です。はい皆さんね教えてもらうの大事や言うからですね村長のレクチャーを受けてくださいね。まあ、そんな話は横に置いておいてコード進行がよくわからないのですかと質問したらコード進行は音楽において重要な要な素の一つです。理解するにはまず基本的なコードの種類やそれらの組み合わせ方を学ぶことが重要です。 それからコード進行のパターンやどのようなコードがどのような情緒を表現するかを学ぶことも有効ですすごい素晴らしい答えですね実際に曲を聴きながらどのコードが使われているのかを考えてみることも有効ですまた作曲に関する書籍や動画などを見て学ぶことも有効ですまたまたいいこと言ってくれますね村長の動画を見て学ぶこと大事です そういうふうに AI 君は言っています。何年ぐらい勉強すればいいですかと聞いてみました。そうすると、作曲を学ぶことは就寝のプロセスです。就寝 一生勉強せよということですね、えー。経験やスキルに応じて常に進化していくものです。しかし基本的な知識やテクニックを身につけるためには数年かかることが一般的です。また作曲には様々なスタイルやジャンルがあり、それぞれに特徴があるので自分が興味を持っているスタイルやジャンルを深く学ぶことが重要です。それでも本質的に長い時間をかけて学ぶよりも、 継続続的に学び続けることとが重要ですと、はい、ポップスとジャズではコード進行にはどんな違いがありますかと聞いてもみましたこれも素晴らしい答えですねポップスとジャズは音楽ジャンルが異なるためコード進行にも違いがありますポップスは主にポップスロックなどのポピュラーな音楽のジャンルでコード進行は単純で親しみやすいものが多いです多くの場合主に 1564や1565などのパターンが使用されます。デグリーネームでまで教えてくれるすごいですね。ジャズはブルースやスイングなどのジャンルに由来して、コード進行はより複雑でハードなものが多いです。うーん、なるほどね。多くの場合、251などのパターンが使用されます。また、ジャズにおいては、コードを変更することで曲の構造や 雰囲気を変えることができるため、ね、例外もちゃんと話してくれるわけです曲によってはより複雑なコード進行が使用されますとはあ僕はジャズ全然ダメなんですけどまあこれだけでもちょっと分かってきましたねそれでもこれは一般的な傾向であるまたいいこと言ううまいこと逃げますねポップスやジャズに限らず音楽には多様性がありますそれぞれの曲によって異なることもあります さあ、これから皆さんに、えー、これはですね、ちょっと実験してたんですけれども、こーもちゃんとですね、皆さんに見せないといけないと思いまして、ここで質問します。ですから、これはもう今、音楽の質問をしているということがわかっていますので、コードと書くだけで、コードと言っても電気のコードもあるじゃないですか。でもですね、これは、 ちゃんと前の文章も考えながら話してくれますのでコードというだけでもいいんですねコードのテンションがとっても難しいのですが勉強方法はと聞きましたはい答えをどんどん出してくれます見せて,てくださいスタートコードのテンションは音楽理論において重要な要素の一つです 理解するためにはまず基本的な音階とコードの種類を学ぶことが重要ですそれからどのような音がどのような感触を与えるかを学ぶことも有効ですってねそうですそうなんですよテンションがつくことによってニュアンスが変わるんですよね次にコードのテンションに関する概念を学びましょう例えば基本的なコードのテンションにはマイナーマイナー7 マジックセブンなどがありますこれらの概念を理解するためには実際に演奏をしながら聞いてみることも有効です。ええー、こと言うな。また作曲やアレンジに関する書籍や動画などを見て学ぶことも有効です。特にコードのテンションに関した本や動画を探してみると良いでしょう。最後にコードのテンションを使って曲を作ってみることも有効です。 実践を通じて自分なりのアイデアを生み出し、自分自身でスタイルを確立することができますということでね、ちょっとじゃあ方向を変えてみましょう。僕は、ピアノが苦手です。どうしたら、上手 脱しますか？はい、僕はピアノが苦手です。どうしたら上達しますか？と質問してみます。ピアノを習う上で苦手な人はたくさんいます。おお、ちょっと喜ばしたな。 しかし上達するためには演奏のスキルを向上させるために次のようなことをすることが重要です。過剰書きにまでして答えを出してくれる。素晴らしいですね。人工知能様々ですね。基本技術の練習。ピアノを弾くためには基本的なスキルが必要です。それらを収束するためにスケールやアーチャル、 これアーチャル僕知らないな。アーチャルなどの基本的な練習をすることが重要です。演奏のスピードを上げる。スピードを上げるためにスロースタートから練習し演奏スピードを徐々に上げていくことが重要。いいこと言うね。楽譜を読む。楽譜を読むことは演奏する上で重要です。楽譜を読むことで曲を理解し演奏することができます。4. 演奏を聞く。 2人の演奏を聴くことは自分の演奏を改善するために重要ですまたもう先生やね特に上級者の演奏を聴くことで自分の演奏を参考にすることができます指導者に相談するピアノを習う上で指導者からの指導は重要です自分の上達に向けてアドバイスをもらうことで上達を促進することができます 蒸気のようなことを実践することであなたのピアノ演奏力は上達し苦手意識から解放されるでしょう苦手って言ったことに対して最後ですね苦手で終わってくれてるということですねもう的確な答えですよね皆さんどう思います僕はね今のこの動画を出す前に僕がやってるえ Facebook のグループがあるんですよねそこにね もうこれはあと1時間後に原子爆弾を落とされるそれぐらい慌てて勉強しましょうって言うて書いたんですよね書いたんですけれども自分がログインしようと思ったらログインできなくってですねそしてこれをやりながらいろいろ考えたんです今までは僕は自分の頭で考えて解説動画を作ってたんですけれども 解説動画作らなくてもいいですよね。こうやって皆さんに話そうと思うようなことをここで聞いてですねで答えの文章がありますよねこれをですねそのままライブ放送するというだけでもですね皆さんは勉強になるわけですねですけどこれを皆さんがするようになったらね解説者っていらないじゃないですか、ね、例えば例えばですよ ここで固有名詞を出してみましょうスタジオワンっていうね僕が使っている DAW これのことについてちょっと聞いてみましょうスタジオワンを使っていますが他にどんな DAW がありますかこのように聞いてみますはいスタジオワンは高機能な DAW の一つですが他にも多くの DAW がありますそれらは次のように分類されます プロツールス音楽制作や録音スタジオで広く使われている DAW で高い音質と機能性が特徴ですロジックプロ X マックユーザーに人気のある DAW で音楽制作に必要な機能が揃っていますエイブルトンライブリアルタイム演奏や DJ に適した DAW で音楽制作に加えライブパフォーマンスにも使用できます f l スタジオオーソドックスな DAW ではなくビートメイキングや音楽制作に特化した DAW ですなんぼほどよう知ってんねん俺よりよう知ってるやん c u b a s e 長年にわたって使用されてきている老舗の DAW で音楽制作に必要な機能が揃っています r e a p e r オープンソースの DAW で僕も解説動画をやっていました高機能でありながら低価格であると 評判ですリーソンかな、えー。ソフトシンセサイラー、サンプラー、エフェクターなどの搭載されている DAW です。それぞれの DAW には特徴があり使用するにあたっては自分のニーズや使用環境に合ったものを選ぶことが重要です。もう解説者いらんで。どう思いますこれ何分やっとってもいらんよね。僕はこのサイトを 24時間立ち上げておくことにします。いつでも検索して、そして答えをもらえます。別にこういうことじゃなくってでもですね、今日の料理は何しましょうとかですね、もう何でもかんでもですね、これはできますよね。すごいですね。すごすぎます。すごすぎます。ということで、今日はチャット GTP。 このですね、もう世界を揺るがす AI 技術、これを皆さんにご報告しました。村長でした。